こんにちは、ドクターネッケンスです。今回は昨日ですね、間違って選択してしまった、ボスラッシュの即属性行ってみたいと思います。1分範囲内にクリアで、今回はですね、まあ即属性なんで、技で、技パチ、チャッピーチャッピー手袋、そして、通常通常通常と、完全に通常特化、ルキア、もうダメージ回避ってだけ、ヒラコ、ダイソン要員、以上。もうケンパチでしか攻撃する気はないという編成でいきます。味方連れて行ってもいいかな楽になるかな。楽しくやろうぜ。うるさ、楽しませてくれよ。もう完全に勝ち確じゃん。これ味方いるとすげえさらに余裕になったな、これ。だってもうこれでさ、ルキアで凍らせておしまいでしょ。はい、なんかあまりにもあっさりでした。技パチが強いっていうことなのかな。あとまあ味方いると、ごめんなさい、昨日は味方なしであえてやってたんですけど、味方いると楽勝でしたね、これね。次から味方、どっちの方がいいんだろう攻略、いやでも普通みんな使うでしょ味方。まあ、ちょっとあまりにも短いんで、今日の単発と10連いきます。いや最初のね、無料の10連でリルカが来て、2日目はね、10連引けなかったんですよ、バトルのやりすぎで。3週目の10連で、リルカ。4週目の10連、引いて、4週目で、4回目の、4日目の10連引いて、白いちごでした。なんかね、毎回、虹なんです。まあそんなこと言ってね、録画してるとまあダメなんだろうなっていうね。来たよ。僕もう12番隊隊長っすから。3人目なんだな。天才と言ってもらおうか。まあ、あえてリンク要員として残しとくかな。はい、2枚抜き、2枚抜き、3パーだけど、2枚抜き。天才と言ってもらおうか。2枚抜き、2枚抜き。はい、まあ新キャラなしですな。一応今までね、境界石ドロップ率アップっていうののためだけに、キスケは過去キスケはこれで3枚目なんですけどね。
まあまあまあ、必殺技レベル上げるつもりはないかな。昨日当てたのが白いちごですね。その後にプレミアムガチャチケットで周平と織姫が、この織姫ねセリフ飛ばしちゃったんだよな。喋るかな。どんな絶望的な大怪我でも全部私が治すんだから。うん、この織姫なんかちょっと可愛いね。はい、というわけで10連までいて今回はここまでにしたいと思います。ね、正直もうリルカ出た時点で、まあ、今回のステップアップは最後までやんなくていいかなって思いました。だって他がさ、いやまあもちろんねレンジとルキアは欲しいけど、全21種いる中でその2人を狙うのはちょっともう現実的じゃないなと。で持ってるのもそこそこ多いし、まあアイゼン出たら嬉しいけど無月出たらまたかよってなるし俺。そこそこ持ってるのも多いんで今回は最初の10連だけやっていこうかなと思ってます。さあ今回はここまで。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。